一向に詳しくなれない、覚えられないって思いをしてませんか？白ワインの良さの大半がわかるって言っても過言ではありません。毎度ワイン三昧竹前です。今回はワイン超入門、この3本で白ワインがわかる知れるということで、今日はワイン初心者の方にまず絶対飲んでもらいたいワインを味わい別で3本紹介していきます。ねえ皆さん、ワイン知りたいけどいつも店員さんのおすすめばかり飲んでたり、こうなんとなくで選んでるばっかりで一向に詳しくなれない、覚えられないって思いをしてませんか？でなんで詳しくなれないか、それには理由があって、やっぱりね、店員さんがおすすめするワインって安牌のやつが多いです。10人飲んだら9人くらいが美味しいって思えるようなやつですね。でもそうすると実はいろんなワインを飲んでいるようで、味わいの系統は全て一緒だったってことが起きちゃうんですよ。でやはり白ワインが分かるようになるためには、まず全体像を知ることが大切です。全体像を知るといつも飲んでいるワインの位置づけとか自分の中でもできるようになるからね。白ワインと一言で言っても種類がたくさんあります。でもね、実は白ワインはざっくりと3つの味わいのタイプに分けることができるんですね。それは1甘口タイプ、2辛口タイプ、3しっかり濃厚タイプです。で細かくはもっとあるんだけど、それはねこの先で少しずつ知っていけばいいんですよ。いつも店員さんのおすすめを飲んでいると、普段飲んでいるワインがこの3つのタイプのどの位置づけなのかわからないですよね。だから今回は一つずつ味わいの違いを知りながらしっかりと抑えていきますよ。あと今回紹介するワインはスーパーとかコンビニで買えて、しかもお値段も1000円程度のものです。ネットで探すとかって正直めんどいじゃないですか。だからもうお手頃で美味しくってすぐ買えてね、味わいの特徴もしっかりしているものにしました。もしかしたら見たことがあったり、すでに飲んだことのあるワインもあるかもしれないんですけど、そのワインの特徴をちゃんと知ってから飲むと全然印象変わりますからね。ということで、この3本のワインを飲んだら白ワインの良さの大半がわかるって言っても過言ではありません。はい、では早速本題に行きます。まず知ってもらいたいのが甘口のフルーティーな白ワイン。はい、実はね、白ワインには甘口のものも数多くありまして、甘口のワインの方が飲み慣れていなくても美味しいってね感じやすいんですよね。しかもクオリティにばらつきがあんまりなくって、お値段が高くなくても美味しいものがたくさんあります。なのでワイン初心者の方にとっては飲みやすいし、ワインの良さもわかるのがこの甘口ワインなんです。まあ例えるとコーヒーだったら、いきなりブラックコーヒーから飲むんじゃなくて、最初はねキャラメルラテから飲むっていった感じ。まあもちろんいきなりブラックコーヒー飲んで美味しいって感じる人もいるし、一概には言えないんですけどね。私だってコーヒー今こそブラック派ですけど、最初はもうめちゃくちゃ甘いキャラメルラテから入りました。はい、余談でした。じゃあワインショップに行って甘口ワインを探そうって思っても、大体国ごとにワインが陳列されていたりして、飲みたいジャンルのワインを探せなかったりするよね。こうフランス、イタリア、アメリカみたいな。で実は甘口のワインを探すには大切なポイントがあって、これさえ分かればね、ワインが分からなくても自力で甘口のワインが探せるようになります。それはワインのラベルに記載されているアルコール度数をチェックすることです。でワインには表か裏ラベルに必ずアルコール度数が書いてあるんだけど、これが 12% 以下のワインはほぼほぼ甘口ワインであることが多いです。でそもそもワインっていうのは加水をしなくって、基本的にブドウの果汁のみで作られるお酒なのね。でブドウの果汁の糖分が発酵によってこうアルコールにヒュンって変わっていくんですよ。でもアルコール度数が低いっていうことは、あえてアルコール発酵を途中で止めていたりするので、結果ワインに甘さが残った味わいになります。ほんとね、アルコール度数 9% くらいのワインで辛口なものは出会ったことがないです。100% 甘口のワインですね。ということで甘口の白ワインってたくさんあるんだけど、まず初心者の方に試してもらいたいのがこちら、自転車マークが特徴のチリコノスルのワインから、ゲベルストラミネールビシクレタレゼレバ、お値段800円くらい。はい、こちら手元にございます。こちらですね。キャップもねスクリューだからこれじゃなく、でこれはライチのような華やかな甘みと、あとバラの花びらのような香り高さ、あとね工業的な加糖して作られたような甘さじゃなくって、ブドウ由来の上品な甘さがしっかりと感じられるワインですね。でお値段も1000円切った味わいとはマジで思えないです。でこのワインはね、本当家でいろんな料理と合わせたんだけど、大体何にでも寄り添ってくれるそんなワインでした。で特に良かったのがマグロとアボカドの韓国風のユッケ。で普通ちょっとピリって辛いものにはワインって合わせにくいんだけど、このワインはねすごい合ったんですよ。で私のワイン好きの友達ももう太鼓判を押すぐらいみんなねこのワイン好きです。ちなみにこちらのワイン名にもなっているゲベルストラミネールとはね、もう何のこっちゃって
感じだと思うんですけど、これはブドウの名前で、このブドウで作られるワインは本当にね、ライチのような香り高さとリッチな甘さを感じられるワインが多いので、甘口ワインがお好きな方はぜひね、このブドウ名を覚えてあげてください。長いんでよくみんなゲベルツっていう愛称で呼んでいます。はい、ではまず甘口ワインを飲んでみて、ふむふむ、ワインの甘口とはこういうことなのかと分かったら、次は辛口を試す。はい、先ほどはね、甘口ワインについて話をしてきましたが、初心者の方にどんな白が好きって聞くと、辛口のものが好きですってね、そういう言葉もね結構聞きます。で、辛口とはね、具体的にどんなワインのことを指すのかっていうと、ワインにとってすっごい大切な酸をキリッと爽快にしっかり感じられるワインですね。なのでカレーの甘口辛口みたいな舌がピリピリするような辛さではなくって、喉越しがキリッとする感じで、このようなワインは単体で飲んでも美味しいけど、食事を選ばずに大体何にでも合わせられるっていう魅力があります。ビールで言うと、アサヒスーパードライが好きですっていう方であれば、ぜひ最初に飲んでもらいたいワイン、それはこちら、フランスの有名な作り手ウィリアム・フェーブルのシャブリー。はい、ごめんなさい、これはね、お値段ね、ハーフサイズのボトルで1800円ぐらいなんだけど、こちらのウィリアム・フェーブルのシャブリーは正統派で模範的な辛口具合で、こうレモンとかグレープフルーツといった柑橘の味わいを感じることができます。私はね、よくお風呂上がりとか夏には特にもう飲みたくなるワインですね。で、シャブリーとはフランスの中の北の方にある産地名のことで、産地の名前がそのままワイン名になってるのね。で、シャブリーのワインは問答無用で、シャルドネっていうブドウが使われます。で、シャルドネっていうと正直いろんな味わいのワインができるんだけど、シャブリーに限ってはブドウが栽培されている環境がこう寒い冷涼な産地になるので、キリッとしたタイプのワインが出来上がります。豆知識になるけど、ぜひね、辛口のワインがお好きだったら、購入されるワインが冷涼な産地、まあ、寒い産地なものっていうのを意識するといいです。例えばイタリアとかって、国内全ての州でさ、ワイン作りを行っているんですけど、北であるほど辛口すっきりタイプのワインが多いですからね。あと注意点としては、辛口のワインはしっかりと冷やしてから飲むことをおすすめします。その方が酸がより引き締まって、辛口ワインの魅力を最大限に感じられるからです。で、別に無理に何かを用意せずとも、普通に飲む前は冷蔵庫に入れておいて、ワイン開けてグラスに注いだらまた冷蔵庫に入れるみたいな感じで大丈夫です。はい、では甘口も辛口もなんとなく分かったら、最後はね、バターやクッキーのような香りや、あと木の香りも感じられるしっかり濃厚タイプ、こちらは鮭のクリーム煮とかクリームシチュー、チーズ、バターソテーなどのもこってりとした味わいにぴったりのワインですね。ただいきなりこの系統のしっかり濃厚タイプのワインを飲むと、なんか飲みにくいってね、そういう印象を与えてしまうので、甘口辛口を飲んでみてから違いを知る意味で最初飲んでもらいたいですね。はい、紹介するのはオーストラリアのこちらのワイン、イエローテイルシャルドネ。お値段850円くらいですね。これは本当スーパーとかに結構置いてあることが多いと思いますよ。で、味わいはバニラ、ココナッツの甘さと、トーストしたパンのような香ばしさ、その中にチラッと顔を出す爽やかさといった感じですかね。ワイン1年生の方には、初めはこれでもったり感っていうものを知ってもらいたいです。このようなしっかり濃厚タイプなワインのキーワードは、樽を使ったシャルドネということで、シャルドネと一言で言っても、さっきも言ったけど、いろんな味わいにね、七変化できてしまうブドウなので、ばらつきがあって、先ほどのシャブリではほとんどのワインが樽を使いません。だから同じシャルドネというブドウでも味わいはもう全然違うわけなんですよ。で、樽を使ったシャルドネであれば、このような濃厚な味わいの白ワインに出会えることが多いですね。また色合いもゴールドっぽいっていうか、まあ、黄色っぽい濃い色合いしてます。ちなみにこの系統のワインはだいたいアルコール度数が高いことが多くって、 13% から 14.5% くらいが多いかな。甘口のワインだと 9% から 11% くらいだから、結構アルコール度数違いますからね、飲むペースには注意が必要ですよ。ぜひワインと一緒にね、お水も飲んでください。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。今日紹介した味わいのタイプを知って、実際にワインを飲んでみて白ワインの全体像を知り、もっともっとワインライフを豊かにしてくれたら私も嬉しいです。はい、ということで突然ですが、ここでクイズです。今回はね、ちょっと予算オーバーで紹介できなかったんだけど、お花のようなフローラルな香り、アプリコットみたいな甘さの中に、もうしっかりとミネラル、美味しいワイン大切な酸も感じられて、めちゃくちゃ私が感動したイタリアの白ワインがあります。サラダとか前菜にも
バチバチに合うワインですね。それは一体何でしょうか。今回の中で言うと甘口辛口の間で、まあ、すっきりフルーティーなものです。はい、で答えは概要欄の URL から残米公式 LINE を登録してください。そうすると答えが届きます。また公式 LINE ではおすすめワイン30選の PDF を無料でプレゼントしてますし、私がやっているオンラインサロン家飲み残米部も LINE 読者限定でご案内しています。このねオンラインサロンでも初心者の方たくさんいらっしゃいます。で楽しくね情報交換とかしてるようなそんなサロンですね。なのでぜひ概要欄から LINE 登録してみてください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。